あれはガルトラント。何？ペテルブルグ時間早朝6時、我がファースト総統閣下率いるガルトラント軍はペテルブルグの国境付近に集結。アレクサンドル皇帝に対し無条件降伏宣告を行いましたが、現在回答はありません。国境付近は緊迫した状態が続いております。この聖戦について4カ国が静観する中、ジャポネスの徳川家康将軍は我がガルトラントのファースト総統閣下を激しく糾弾しております。家康よ、まだわからないのか。テラ2の未来を考えれば、最も優秀な者がこの星を支配すべきだということに。この度のガルトラントによるペテルブルグ侵攻に対し、我がジャポネスは断固遺憾の意を表明する。おのれ家康、ファースト様への侮辱は我らへの侮辱。ファースト様、私に家康抹殺の命令を。放っておけ。しかし、こちらジャポネスよりお送り。セイバードールズ、はっ。この星で一番優秀なる統治者は誰だ。はい、もちろんファースト総統閣下です。そう、この私が選ばれし者だ。時代を動かす者は時として批判を受ける。まあ、時が解決してくれよう。家康め、ファウスト様がお許しになっても私は許さんぞ。パンタ、ファウスト様の命令は絶対。そして我らはファウスト様の命令で行動するのだ。だが、ティーゲル、作戦会議の時間よ。うん、パンタ、くれぐれも勝手な行動は取るなよ。確か明日、家康のいるジャポネス城は年に一度の開放日だったわね。本当か、ルクス。潜入はしやすいでしょうね。よし、私が行く。ファースト様への侮辱は死をもってあがなってもらう。そう、そこまで言うんなら任せるわ。で人間の子供だな。マリオネットとデートとは水凶だな、オタルくん。なんだ、花形かよ。何、一度のジャポネス城のお祭りを親友の僕を差し置いてマリオネットと行くなんて。誰が親友だよ。オタル、あっち行こう。お城の中に入れるみたいだよ。こら、マリオネットの分際で僕とオタルくんの会話の腰も村。オタルくん、やっぱり君はどうかおかしいよ。マリオネットに引きずられるなんてさ、常識では考えられないことだよ。なんとかしようよ、今の生き方。ねえ、今のうちだと思うんだ。こんな僕もだ。どっちだと。オタルくん、僕は親友として君のことを思えばこそこうして話しているんだ。くどいと思われても僕は構わない。僕は君のことを本当に心の友と思って心配してって。おい、心の友、聞いとるか。彦田殿、いかがなされた。彦田殿、僕は入っちゃいけませんって。ご覧くださいませ、ガルトラントのファウスト総統が殿の発言を真っ向から非難いたしておる模様でございます。相手が相手、場合によっては報復措置も考えられます。上様だら。初代家康公、二代家康公、三代家康公、四代、五代、六代、七代、八代、九代、十代。なんで、歴代将軍十五代とも全部同じ顔じゃねえか。うん、クローンだからね。寺子屋で習ったろ。将軍様は純粋クローン、僕たちは派生クローン。そうだっけ。大方風邪で休んでたんだろうな。
君風邪なんかひいたことあったっけ。うわー、いろんなもんがあんだね。面白い。メカカゴの何て字？ん？あの子？読めない。あたた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 、大丈夫？はい。ほう、いや、ありがとう。お年寄りは大切にしなさいってオタルが教えてくれたの。ほう、そうか。よっこいしょっと。じゃあね、おじいちゃん。あ、バイバイ。うん、オタル！ねえ、どうじゃ、あっち面白いよ、行こう。ねえ、行こう。あっちじゃねえだろ、こっちも面白いんだよ。こっちにしようよ。やろう。なんだ、こっちだ。こちら乾第三セクション、ジャポネス城応答せよ。不法侵入者です、不法侵入者です。おおほほほほほほほ、いやー素晴らしい。どれもこれも国宝級、ジャポネス300年の歴史がここにあるってか。そうか、俺には汚ねえガラクタにしか見えねえな。ああ、それは育ちの違いだろうな。僕は幼少の頃からこういうものに慣れ親しんできたからね。でもおたるくん、身分の違いはあれど僕と君の友情に何ら変わりはない。そんなおめえも今では長屋暮らし。ああ、そうそう、落ちぶれてちびまけーてこらー。ほんとじゃん。いや、非常ベル。おたる、見て見て見て、これ変なの、ボコボコ。ほらね、おかしいでしょ、ボコ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 だよ。ライム、それってそこにあったよ。国宝って、そんじゃこのヒドベルは。セモリオー、不法侵入者とは貴様たちだな。なんと国宝の壺を奪うとは。ほえ、これ壺って言うんだ。へえ、壺壺壺壺壺壺壺、変な名前。ライブ、こっち渡せ。壺壺壺。うわ、あ、が、うわ、あ、ご飯粒ご飯粒。はい、大丈夫大丈夫。どうもちびまてんでた。ポンコツマリオネットめ、スクラップにしてくれる。スクラップ、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 何もしませんからね。バイゴー、玉三郎、こやつらをひっ捕らえろ。はは、ねえ、スクラップって何、スクラップ。とにかく逃げろ。逃がさん。マリオネットが、なんで僕が内組になるの、探し組になるの。なんか言ってねえで欲しい。抜けきた。よーらー、すごい。ノアダダ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 ダ。そいつは僕もね。あだだだだだ。こんな、なんでどうして僕だっけ。ライブだ。ばあ。もう一回。大丈夫だ、大丈夫なのよ。おお。いやあ。いないぞ。動いた。あ、こっち。
こっち。ちょっと待って。使用禁止。開けてみる。入ってるよ。どうした、オタルくん。使用禁止。使用禁止。使用禁止。オタルくん、早くここから逃げよう。そうしよう、逃げよう。どうして僕はこんな目に遭わなくてならないんだ。あいだ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 。まあまあ泣かないで、弱虫だな。お前のせいだろうが。まさかトイレのお化け。さあ行くよ、オタルくん。よーし、オッケー。今のうち。あっ、続発見。後ろの方向に逃走中。応援を頼む。同じのがいっぱいだ。武器持ってんじゃねえかよ。あれは戦闘用にチューンアップされたセイバーマリオネット大花だよ。なれ。お兄さん、こちらベムナイフへ。余計なことすんな。なんかとんでもないぞ。どうすんだよ。かくなる上は。え、何か明暗が。花形、おめえさっき俺とは親友だって言ったよな。こんな時に何言ってんの。嬉しかったんだ。え、心の友、なんて美しい響きだろう。お、ホタルくん。真の友情とは決して揺るぎのない、かけ根のないものだとは思わないかい。その通りだと思うよ、ホタルくん。ありがとう、花形くん。じゃの、あったとは。君の尊い犠牲は未来永劫語り継がれるだろう。何なんて言ったのね、オタク。面白い、オタク先生。あ、行き止まり。あ、来た来た。どうしようどうしようどうしよう。結構待たれ、危なかった。揺れてる揺れてる。あ、行き止まりだ、観念しろ。行き止まりだ、観念しろ。行き止まりだ、観念しろ。行き止まりだ。なんだ、ここはどれ。いや、ライムではないか。ほえちゃお。あ、さっきのおじいちゃん、ちゃお。え、なに、じいさん、なんでライムなのは知ってんだ。あ、ありゃ、将軍様。将軍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 って何。てめえ、ライム引かよ。はっはっは、苦しゅうない、表を上げなさい。あ、はい。なかなか元気の良さそうな若者じゃの。はあ、あの、恐れ入りましてござりまする。かしこまらずともよい。名は何と申す。オタル、マミヤ・オタルです。僕ライム。ああ、お前がライムを目覚めさせたのか。え、あ、はい。ところで随分騒がしいようじゃが。鬼ごっこしてたんだよ。ポンコツマリオネットめ、スクラップにしてくれる。冗談じゃねえや。申し訳ありません、将軍様。俺、国宝の壺割っちまって。おう、この騒ぎはお主の仕業か。違うよ、壺を割ったのは僕で。嘘をついてもすぐバレるぞ。なぜマリオネットをかばうのじゃ。マリオネットのせいにしておけば、お前さんは罰を受けずに済むじゃろう。それは。マリオネットなどいくらでも買い替えればいいことじゃろう。ダメだ、ライムは違うんだ。こいつの代わりはいないんだ。だから、こいつを許してください。落ち着け、オタル。え、はは、国宝といえどただの壺、形あるものはいつかは壊れる。 ありがとうございます。ライム、よかったな。どえ、幸せか、ライム。え、うん、僕オタル大好き。そうか、もう帰ってよいぞ。警備兵にはわしから伝えておく。ありがとうございます。また遊ぼうね。こら、なんてことだ。うわあ、何やつ。私はファウスト様の愛のしもべ、パンター、徳川家康。貴様の命もらい受ける。あめ、邪魔だ。ホタル、ホタル。
大丈夫、かすりきぜ死ねえディアス。よくもオタルをいじめたな。おライブドゥアライブライブライブドゥアよくも邪魔してくれたな。お前から殺してやる。うっ、こいつは笑ってやがるぜ。ライムと同じなのか。うっ、ホタル。うっ、うわっ。とどめを刺してやるよ。オタルをいじめるな。貴様ところで同じだ。まとめて始末してやる。そうはさせない。ライム、見えましたわ。はい。肩のケーブルが。てめえ、ぶっ壊す。まだ戦う気か。ファウストに伝えておけ。力による支配からは何も生まれない。黙れ、次は必ず。助かって。ホタル、マスター。え、チェリーまでも目覚めさせたか。どうやら本物かもしれんな。ファウスト様。誰が行けと言った。私はファウスト様を思って。申し訳ございません。お許しを。面白かったね、鬼ごっこ。あのな、お友達もできたしね。マスター、私チェリーと申します。マスター、オタルって呼んでくれよ。はい、オタル様、以後末永くよろしくお願いいたします。よろしくチェリー。なんだかな、オタルの顔トマトみたいに赤くなってるよ。え、あ、夕日のせいで。あ、そうよ、なんか忘れてるような。ほへ、まあいいやな。まあいいやな。はい。にゃー、はい、ハーケ、仲間はどこだ。だから僕は助けてくれ。しぶといやつ。タマ、次は、ハリーの後ろチクチク。よし、じゃあ止まって。それ無駄だ。